FF はアメリカ合衆国で開発されていた次世代水陸両用強襲装甲戦闘車両である。AV7 水陸両用装甲兵員輸送車の後継車両として設計開発され、主力戦車の M1A ブラムスと同等以上の陸上機動性を備えている。アメリカ海兵隊では2015年から配備を始める予定であったが、2011年に ロバート・ゲッツ国防長官の軍事予算削減の方針により開発中止になった。車体上の中央前寄りに砲塔を持ち、200発、踏んで、発射可能な3 0ト、mm、ル機関砲であるマーク44ブッシュマスター2を中心とするマーク46兵器ステーションシステムを搭載している。副武装に m 2 4 7 6 2ト、mm、ル機関銃も搭載している。 車体全部にはフラップを兼ねた全部装甲板があり、スペースドアーマーとしての機能が期待できる。車体側面は多数に分割され、ボルト止めされた装甲板で隙間なく覆われており、その下部は水上高工事の減速を構成するためにキャタピラの加減近くまで伸びている。アルミ合金製の車体であるため、対弾性能は低いとされる。 不可走行の予定は不明であるが、水上航行時には、重量ものは取り付けられないと予想される。海兵隊員が降車し展開する様子3名の、車両乗員と17名の兵士を車内に登場させて、上陸作戦を行える。社長と報酬は、砲塔部内、操縦士は、最前部左席、兵士指揮官は、最前部右席、16名の兵士は、 機関部側面で後ろ向きと後部で向かい合わせで座る。本社の最も問題となるのがエンジンの位置である。主には重量バランスの都合上だと思われるが、車体の中央を大きな機関部が占めており、上員、兵員はその周りに位置している。どの程度居住性が損なわれるかは不明である。砲塔の後ろに特徴的な排気管が船の煙突のように突き出ている。 後部兵員室の兵士は、車体後部の乗降口から出入りすることになる。この肉厚だが大人一人がやっと通り抜けられるほど、狭いドアは、油圧、または、水圧で下を軸に開いて、足場を構成するため、上陸地点が、水辺や泥室であっても確実なステップとして機能する。本社は、地上車両としての操縦のほかに、船舶としての操船機能が求められる。 地上では多くの目標物が位置を見分ける助けになるが、船では少しの霧でも後方装置がなければ方向すら見失ってしまう。特に水上航行中のペリスコープなどを使った操縦士席からの外部視界はフラップが遮るために肉眼での操船は不可能になる。これを補うためもあり、コンピュータの多機能ディスプレイによって GPS での自社位置を含む 後方法情報、敵、味方の情報など、各種の情報にアクセスできるため、一人でも簡単に操縦できる。また、車体左側に備わった上下に伸縮する赤外線映像装置によって、車外の映像が得られる。FF のモード変更1、全部フラップを前方へ、展開2、全部フラップの展開5、キャタピラの格納3、ー部フラップの展開と、 後部フラップの移動4、底部フラップと後部フラップの移動完了後、全部の隙間を埋める後、ウォータージェットの噴出口が開いて、変更完了陸上、または、戦場から水上航行に移る場合には、まず陸上モードのままで水上に進み出る必要があり、車路が求められる。水上に浮かんだ姿勢で、水上航行モードへの変換が行われる。本社は、 水上と陸上での両方で十分な運動性能を満たすために従来には例のないほど多数の稼働部を車体底部周辺に備える。最も目立つのは全部のフラップである。通常は全部走行版として車体全部に沿って折りたたまれているフラップも航行時には前底部のヒンジを軸に前方へ伸ばされ途中に屈曲のある。 大きな斜面を構成することで、プレーニングに適した、先端形状を成す。底部はいくつかの段階を経て、形状の変換が行われる。最初に、関与するのは、最も斬新な技術である、キャタピラ部の格納機構である。車体の左右から下面に突き出ている、キャタピラ部は、天輪と、キャタピラがすべて上へと上昇し、車体底部より上に位置する。次に、 車体後部情報に跳ね上げられていた後部フラップが、後部ドア左右のヒンジを軸に下ろされ、キャタピラ分子路を含む、車体後部の底に、平らな面を作り出す。底部には、船でいう流骨の位置、前後、中央線で分割された2枚の大きな底部フラップの、板がそれぞれ車体左右の円を軸に180度、回転して、左右の装甲板下端にまで届きキャタピラ部を閉じ込める。 これで底部のほとんどが平面となっているが、車体の全部の底ではキャタピラがまだ見えている。このままでは水上を航行するときに大きな抵抗となるため、車体前の底部から曲線を帯びた板が伸びてきて、全部フラップとキャタピラ部の多い板とをつなぐように、隙間を塞いでしまう。普段は閉じている、ウォータージェット推進システムの噴出口が回転して、開き、 底部フラップで隠されていた給水口からいつでも水が取り込める状態となる。これら一連のトランスフォーメーションによって車体が水上高校モードに変形させて底面は段差のない平らな面となり全部のフラップとともにプレーニングに適した形状となる。車体底部から取り込まれた水は 車体後部の2機のジェットポンプによって勢いつけられ、車体後部の左右2つの噴射口から噴射される。2703馬力のディーゼルターボエンジンの力で、ウォータージェット2機が95万リットル、噴の水を噴射し、35トンの船体は、水面を滑るように進むプレーニングによって、時速46キロメートルの速度が達成される。水上高校では、 ディーゼルエンジンを過負荷状態で運転するために 40km 程度の短い距離でしか高速航行はできない。水上航行モードの逆の手順によって地上走行モードへと移行する。この変換後は水上での推進力となったウォータージェットの取り入れ口がフラップによって閉じられるために 陸上へ上がるためにはその足がかりとなる海辺の底をキャタピラがうまく捉えられる位置で変換を終えておく必要がある。タイミングを誤るとフラップを浅瀬にぶつけるか、いつまでもキャタピラによるごく低速で陸地に近づく航行を強いられる。地上では851馬力の定常運転された。 むつ MT883 水冷ディーゼルエンジンとキャタピラによって最高速度時速 72km で 320km の走行が可能となる。水上と地上のいずれのモード変更においても、車外での作業は元より車内においてもボタン操作以外の作業は必要とされない。ありがとうございます。